皆様こんにちは。社会福祉法人木山石川の提供によります番組ミュージックブレイク石川学院の時間です。担当は法人職員豊里文江です。よろしくお願いいたします。番組ではお聞きの皆様から番組宛にいただいたリクエスト曲の紹介と社会福祉法人木山石川の事業所紹介などを挟みながら1時間お付き合いいただいています。リクエストには石川学院にちなんで学院ネームをつけてもらっています。皆様からのリクエストをお待ちしております。それでは今日の1曲目です。学院ネームポチョムさんより、去年の忘年会で三味線で演奏したことを思い出しますとのことで、桐谷健太、海の声。お届けした曲は桐谷健太で海の声でした。続いては学院ネームエリー西中さんより、20年以上前に長い列に並んでチケットを取ってコンサートに行ったことを思い出しますとのことで、牧原紀之、ラブレター。
お届けした曲は牧原紀之でラブレターでした。続いては学院ネームエイトさんより、愛子で瞳。
お届けした曲は愛子で瞳でした。皆様、お届けしておりますのは社会福祉法人木山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院です。いただいたリクエスト曲をメッセージとともにご紹介しています。続いては学院ネーム銀色じんたんさん、 The Black Eyed Peas でブンブンポー。お届けした曲は The Black Eyed Peas でブンブンポーでした。続いては学位ネームくるまいさんより、キレのいいダンスが大好きですとのことで AKB48 フライングゲット。
お届けした曲は AKB48 でフライングゲットでした。続いては学院ネームダンディーシーサーさんよりトリプル P でスパゲッティ。お届けした曲はトリプル P でスパゲッティでした。続いての曲はスキャットマンジョンでスキャットマン。
お届けした曲はスキャットマンジョンでスキャットマンでした。お届けしておりますのは社会福祉法人木山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院です。いただいたリクエスト曲をメッセージとともにご紹介しています。続いては曲のご紹介です。3代目 J ソウルブラザーズでシェアハッピー。お届けした曲は3代目 J ソウルブラザーズでシェアハピでした。続いては学院ネームみーちゃんさんより荒井由実であの日に帰りたい。
お届けした曲は荒井由実であの日に帰りたいでした。続いての曲は松田聖子、二十歳の季節。お届けした曲は松田聖子で裸足の季節でした。続いての曲は AKB48 で風は吹いている。
お届けした曲は AKB48 で風は吹いているでした。お届けしておりますのは社会福祉法人木山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院です。いただいたリクエスト曲をメッセージとともにご紹介しています。続いては曲のご紹介です。オムロで30キロ。お届けした曲はオムロで30キロでした。続いては千秋直美で喝采。
お届けした曲は千秋直美で喝采でした。今週も社会福祉法人木山石川プレゼンツミュージックブレイク石川学院、お楽しみいただけましたでしょうか。お聞きの皆様、曲のリクエストをお待ちしております。最後はジプシーキングズボラレを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた来週。